藤田誠さんが17日に亡くなられました。何か思い出や、これはね、僕は非常に残念でね、ノミネートした俳優でね、私のまあ評判になった小説はほとんど映画化されたけどね、絶対に映画化は許さないで、いつか自分で監督しようと思ったことある。でその主人公はね、藤田さんにしようと思った。まあ政治家やってとてもそんな暇はないし、こっちも年取っていくし、深作欣二にね、あなただったらこの作品許すわと、ぜひやってよと、この配役でやってたら、なるほどって言って深作さんその読んでくれて、いい返事来ると思って死んじゃった。深作さんが鋼っていうね、非常に危険な小説、毒いっぱいのね、つまりそのなんか暴力の美学みたいなものでね、悪徳の美学みたいなのを書いた小説、私はその藤田さんにその役やってもらうと思ったんだけどね、非常に残念ですね。一つの時代がこう過ぎたなっていう感じがしみじみしてね、嫌な予感がするね俺は。